極東証券株式会社は東京都中央区に本社を置く日本の証券会社、投資銀行、三井グループ系の証券会社だが独立色が強い。店頭による保守的富裕層向けの対面営業に特化した営業形態を取る。東日本大震災までは DE リングが収益の大半を占めていた。大手証券会社が扱わない日商品や特色ある。 起発社債や外債の営業に力を入れていることに加え、従来から展開してきた豊富な債券ラインナップを積極的に提案していることに大きな特徴がある。また、不動産証券化商品の提案など、投資銀行系の業務もこなす。投資銀行業務の専門部署として、投資銀行本部を持ち、東京都の旧店舗、他に神奈川県、大阪府、 愛知県に店舗を展開している。業界では、愛沢証券、市吉証券、岩井コスモ証券、丸三証券、水戸証券、東洋証券と並ぶ、中堅証券会社に位置づけられる。ABCDEFGHIJK 局と、証券株式会社、第77期有価証券報告書、創業者の菊池家の財産保全会社、 極東証券株式会社定官第1章第1条極東証券長日治戦略で生き残り2018年12月9日閲覧 AB 遠隔極東証券 http コロンスラッシュスラッシュ www.kyokuto-sec.co.jp スラッシュカンパニースラッシュヒストリースラッシュ2015年2月26日閲覧 ありがとうございます。